大阪市に本社があるカナデビア・旧日立造船の発表によりますと、水素発生装置の工場を建設するのは、鶴市が厚原地区に整備中の新しい工業団地で、この工業団地に企業の進出が決定するのは今回が初めてです。工場で製造するのは、電気分解で水から水素を発生させる装置で、 県が実証を進めている再生可能エネルギーから水素を作る P2G システムにも使用されています。設備投資は80億円規模で、生産能力は水素換算で年間15万7000トン、これは米倉山で製造する水素のおよそ670倍にあたります。カナデビアは、 水素発生装置の世界の導入容量が今後大きく拡大するとみて新工場の建設を決定しましたまた長崎知事は今日臨時の会見を行い水素エネルギーの普及や県のシステムの低コスト化に期待を寄せました私ども山梨県はまさにこの水素の先進地としての位置付けが大きく前進するものと考えています 工場は2028年度末までの創業開始を目指し、カナデビアはスタート時の従業員およそ100人の多くを地元から雇用したいとしています。